これらのデータ、メビウスはまだ例の計画を諦めていない。僕もアポニアもこの件を知らない。ビルビー、どうして彼女はこの件を僕たちに教えなかった？彼女らしくない。いや、一つだけ例外がある。どう？対ケビン武装の新たなタイプの構想はかなり有効だと思わない？名前も考えておいたんだ。666。絶対に簡単で覚えやすいでしょ？君たちの力比べに参加するつもりはないけど、相手を消滅させる武器として楽園を丸ごと使うだなんて、大げさすぎると思わないかい？確かに、私もそう考えたことがあるよ。最も成功した自分の作品の一つを壊すんだ。惜しまずにいられない。でもそれ以外に相手を一瞬で抹消する方法なんて考えられないよ。私の相手はこのケビンなんだから、君も何か言ってみたら？ね？これは君のために特別に考えた道具なんだから。コメントとかはないの？僕のデータを削除することは、僕の存在を消すことと同じではない。否定はできないね。なんと言っても、私たちはデータという形でしか存在できないし、データの脆さを受け入れるなら、その永久不滅なところも受け入れないと。というか、視点を変えてみて。もし私が何らかの形で、ケビンの情報、記録、思考、記憶を全部消せたら、社会的に君を完全に抹消したことにならない？その方法は？まだ思いついただけの段階だよ。でも、メビウスが楽園のデータを通して、現実に影響を与える方法を研究してるって聞いたよ。原理はそう変わらないし、彼女が実現させたら、そのまま使ってもいいでしょ？メビウスを警戒してくれ。ああ。そして君は、方法を見つけたら、何でもやってみるといい。じゃあ、楽しみにしてるよ。その日が来たら、君も今のように落ち着いていられるのかな？しかし、なぜ？いや、もしかしたら。初めて私に会った時、君は何を思った？この人はいつも嘘をついてるみたい。そうでしょう？では、質問させてもらうよ。もし、一人の嘘つき。いや、一人の詐欺師がついた嘘を隠さない場合、それは、正直と言えるのかな？あ、そうだ。君は今困惑してるよね。こいつは誰？どうしてこんな真っ暗な場所で意味のわからないことを話してるの？とかね。まあまあ、ごめんね。だってこんな場所にいたら、少しでも音とかがないと、きっと怖いでしょ？まるで、私がここに入れられた時に、そう感じたみたいに。そう。ここは私の視界。私の世界だ。君も知ってるように、ある滑稽な理由で、私は悪念の檻にされたんだ。それから5万年の間、私の世界にあるのは、あの暗闇だけだった。5万年だよ。その長さを理解できる？
外の声や音、私自身が話している内容も聞こえるのに、何もかもが触れられないほど遠かった。彼女たちの世界では時間は動き、天体によって昼と夜が絶えず入れ替わる。しかし私の世界では時間は何も変えず、果てしない憎しみだけを生み出す。私は毎日こう願ってた。新たな悪念がここに、私のいる場所に追放されるようにって。いつかここには悪念を置けなくなり、必死に隠していた暗淡が一気に暴かれ、再び私たちを破滅へと導く。それと同時に私は自由になる。しかし古の楽園は現実と違う。ここはよどんだ水のような場所。悪念の誕生には土と水やりが必要だ。だから私のケーキに終わりは来ないだろうと思ってたけど、絶望するような人間が悪人になるはずがない。私はビルリー。5万年間の暗闇は私を変えなかった。私は時期を待っていた。いつか来ると分かってたから。だから律者が古の楽園に来た時、私がどう思ったか知ってる？残念だ。彼女は崩壊の代行者じゃないのか。決まったやり方に従うなんてがっかりだ。去る時までビルビーの気を引けなかったのかって思ったんだよ。でもすぐに彼女は戻ってきた。そして今回彼女はあるものを持ってきた。今はそれと呼ぼう。古の楽園にとってそれは恐ろしい災いとなる。だけど私は喜んで波をさらに大きくしよう。もちろんビルビーはすぐにそれの存在に気づいた。けど天才としての傲慢さから彼女は別のもの、あの実験の余波だと勘違いした。彼女はすぐに自分のミスの代価を支払った。相手は簡単に彼女を侵食し、その全てを奪おうとしたんだ。その時彼女は二つ目の過ちを犯した。彼女はある予備プランを思い出した。私のことだ。そう、戒律から抜けた時のように彼女は自身の思考領域を壊そうとした。私はもう一度犠牲になり、彼女に対するそれの侵食を受け持つことになったんだ。5万年の時の中で私は初めて釈放されたのに、すぐに処刑されてしまった。5万年の時の中でようやくこの世界のあるべき姿が見えたというのに、私が誕生した場所、それとの再会がまさか死を伴うとは。だけど私は悔しくなかった。とにかく素晴らしかったよ。その手で私に死を迫った時、彼女は悪になったのだから。それで私は何を決めたと思う？裏切りの他に君はもっといい答えをくれるのかな？ほう、その表情、あまり私を信じてないみたいだね。当ててみよう。そもそもそれが私を見逃す理由がないはずだと君はそう考えてる？それが簡単にビルビーを倒せたんだから、私のような助っ人が増えたって意味がないよね。答えは、最初は確かにそうだった。それが私を見逃したのは、自分たちが求めるものが一致してるからなんじゃないかって、私はそう考えた。だけどその後はそうとは限らなかった。だって何も変わらない楽園の中には唯一の可変要素が存在してたからね。そうでしょ？そう、記憶体ではない上にそれが手も足も出ない存在。その可変要素を消せる人がいるなら
友達にくらいなれるでしょう。どちらかというとアポニアが啓発してくれたんだよ。一時的とはいえ、今君は私の思考の中にいる。そして私は新たな領域を作り、彼女たちが私を閉じ込めたように君を閉じ込めるんだ。その期間は今回永遠になる。一応いい知らせもあるんだ。少なくとも君に受け入れてもらう悪念なんて私にはないよ。ただそれが生きてると言えるかどうかは私もわからないけどね。私に消された、全員私だから。少し寂しいけどリスクは残せない。幸い私は自身の真似が割と得意だしね。そう思わない？それは教えられないな。鎌をかけることは君のお箱だって知ってるからね。言ったはずだよ。今のは全てパフォーマンスだから、セリフも全部慎重に選んでおいた。私を倒せる手がかりなんて与えるわけがない。そんな口数が多いせいで失敗してしまったような滑稽な悪役になりたくないもの。彼女？ああそうだけど、それはアクシデントだったって言ったでしょ。私の行為も全て生きるためにしたことだからね。この世から私が消えることが善良な者たちが安全に生きるための代価なら、その逆の場合、悪が安全に生きるための代価をどうして受け入れられないの？ほう、その通り。ああ、もっと正確に言うと、必ず現実に危害を加えるかな。簡単だよ。メイの姉ちゃんと友達になりたいんだ。何度も削ったのにまだ律者の力を使う余裕があるの？いいよ、どんな代価になるかはわからないけど、少しくらいこの好奇心に付き合うのも悪くない。雷の律者、人々が悲劇の主人公を好むというのなら、これから失敗すると決まってるのにもがいて、このステージで閉幕の前奏を奏でるといい。思考がどうやって分割されるのか、今君はそれを目撃することができる。もうすぐこの領域は隔離された鳥かごになる。あ、間違えた。墓穴の方が正しいのかな。殿下、世の乱れを燃やし尽くせ。おや、そんなに私の思考を細かく分割してほしいの？同じ場所にいた方がお互いの時間を節約できるのに。賢いんだね。同じ場所にとどまらない限り私はうまく分割できない。でもどうして君のペースに合わせなければならないの？
こういうことだよ。私は特に何もせず、静かに君が逃げてる姿を眺めることだってできる。君の体力が尽きて止まらざるを得ない時に、私が優しく一切りしたら、それで終わりじゃない？でも君はそれを知ってもなおとどまることができない。でないとすぐに死が襲ってくるから。面白いでしょ？大多数の人たちの人生と似てる。見ていられないよ。この先にいつ訪れるかわからない死があると知りながら、止まるわけにはいかないってね。おや、説明を忘れたようだね。ここが今こんな姿になってるのは、となり君が原因だよ。灯火として暗い道を照らせ。君の全部を私に見せてくれてありがとう。そのおかげで私は後世の悪意を見ることができた。それを後世の律者の埋葬に使うだなんてぴったりでしょ。シドリ、バットン！おや？もう諦めたの？もう少しもがいてよ。まだ満足してないんだから。いいよ、ここまでにしよう。さよなら、愛しいお客さん。ライデン・メイ、この名前で間違ってないよね。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。強風よ、私に服従しなさい。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。シュッ！吠えなさい、クリカラ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。私の口数が多すぎたかな。それで？
まさか私が君の意図を見破れないとでも？私と正面から戦うのが唯一の機会だってそう思ってるの？ああ、実に残念だ。もっと公平に全てを終わらせるつもりだったけど、君はこのチャンスを大事にしてくれなかった。まあいいや。ちょっと面倒になるけど、君の絶望する姿を拝めないなら、苦しむ姿を楽しむのも悪くないしね。雷の律者、君は誰かに手足を折られたことはある？残念ながら、私は君の知ってる英傑と少し違うの。君から何かを得るつもりはないし、これも試練やテストなんかじゃない。これは本物の演出、あるいはいじめ？ブー様だね。おや、さすがだよ。でも君も一つ前の世代の律者と向き合ったならわかるはずだよ。今の称賛が本音じゃないってね。ほら、こっちだよ。万物を閉じ込める蛍となり、灯火として暗い道を照らせ。どうやら私の友人がこれ以上見ていられないみたいだ。残念だよ。君が死ぬ時はなすすべがないという表情じゃなくて、相手が不正をしたことに対する悔しいって表情になりそうだ。つまらないよ。ああ、続けて。前に私は獲物をもてあそぶようなゲームは好きじゃないって言ったけど、それはあくまで手を滑らせる可能性がある時だけでね。勝負がすでに決まったのなら、余興として相手になってもいいよ。ふっしゅふっしゅっしゅやっと諦めた？ああ、だってずっとそれって呼ぶわけにはいかないでしょ？けど想像よりも早く戻ってきた。どうやらそう苦戦せず戦後を片付けられたみたいだ。さて、子供だましみたいにここまで付き合ってきたけど、君自身が賢い人だって勘違いさせたことについては悪いと思ってるよ。そんなに驚く？どんな記憶体でも取るに足らないものにする存在だって言ったはずだけど、私がその代弁者になることで君や他の英傑に対抗できる力を手に入れても別におかしくないでしょ？謎解きに時間をかけて私の嘘を見破ったと思ったら、自分が分析してたどり着いた真相がもう一つの嘘だったとはね。君がここに足を踏み入れた時、私は目的を達成した。その後何があったとしても、大したことじゃない。もういいよ。うんざりしてきたから。さよなら、かわいいお客さん。なるべく大きな声で泣いてね。だって、自分の愚かさのせいで死ぬなんて、かなり悔しいでしょ？
接触したことがない？いやいや、それは君が持ってきたものだよ。どうしてそんなに鈍感なの？さて、これは幕が閉じる前の最後の転説だ。実を言うと、杭になるのは好きじゃないし、君と触れ合うことに対しても興味がない。だから抵抗はしなかった。今ならその理由がわかるかな。だから今は、あなたの話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。あの一瞬、確かに見えたわ。崩壊の意志が。もちろん、私の質問に対して、価値のある答えなんてくれなかった。死を決意。ねえ、本当に私に似合わない表現。どうしてあなたが戦後。ちょっと待って、エデン、彼に触れないで。近づかないで。え？やはり、彼の記憶体は、もうボロボロ。消えるまで、あと一歩ってところだよ。では、相手の動きは、私たちの予想よりもずっと早かったのね。戦後が助かる可能性は。あまりない。かわいそうな子。彼の意識はおそらくもう消えている。この体に残った本能でここまでやってきた。こんなことができるのは彼だけ。つまり何の手がかりも残せないまま消えた犠牲者がもう一人増えたってことね。そうでもないよ。幸い彼の本能はその体を私のいる場所に向かわせた。私が深くまで入り込めば彼の意識の余人に触れ交流できるかもしれない。ただ戦後の存在はもういつ消えるかわからない状態だよ。壊さない前提でそれをするなら私も集中しないといけない。私が彼の心境から抜け出すまでこの体は抜け殻同然になる。その間エデン、どうか私を守ってください。かつて戒律を与えた時と何の違いもない。ここは確かに戦後の心境だけど。
これらは楽園の中だけで現れるんじゃなかったの？まだ懺悔する機会がある。結末の余韻に耳を傾けよう。消えなさい。さっきのは千号の心の歪み。どうして？いいえ、あれらは外からのものだ。私以外にも彼の思考に侵入できる者がいるの、戦後。だからあなたは何があっても私のところに来たの。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ、日を追う英傑第六位。これは千号の声だけど、この言い回しは。遅すぎるぞ、アポニア。逃げられた。戦後、よかった。あなたはやはり簡単に消えるような人じゃなかった。余計なお世話だ。俺の体を見たのか？ええ、もうすぐ崩れる。どうしてあんな風になったの？おかしな相手だ。俺が楽園を壊そうとした時に奴がやってきた。戦ったらこんな風になった。それって正面から戦ったの？そいつの分際でそんなことができるとでも？自分で見ればいい。お前はずっとそうしてきただろ。いいでしょう。では失礼するよ。どうして戦後？それは思考でも私たちのような記憶でもなく。なんだ、今となってやっとわかったのか。今まで私を避けてきた存在はそれだったの。そしてそれが彼らがこの世に残した最後の声をこんなにも見下したの。お前は相手に恐怖を感じさせるのが得意だろう。今回は奴にゆっくり味わわせるといい。あんな人間じゃない奴に対して遠慮はいらない。戦後、おお、これが俺の結末なのか。笑える。気が済んだらさっさと失せろ。俺を見とる相手がお前だったらさすがに気色悪い。いいえ、少なくともあなたの最後の思考を保持させて、全てが終わったら私はあなたを。アポニア。そうだね、全てが終わったらなんて、今の私にはそういう約束をする資格はない。あったとしてもそうさせるつもりはない。死は大したことじゃない。俺は一度死んでいるからな。
だが俺を侮辱できると思うな。わかった。とにかくありがとう戦後。少なくともあなたは私に向き合っている敵がどんな存在なのかを知らせてくれた。あなたがこれから行く場所に私もすぐに行くから。その通りだ。お前も俺も地獄行きだからな。その時にまだお前がくださいと言えるかどうかを見てやろう。だがすぐには来るな。お前と一緒に行くのは嫌だ。ええ、いいでしょう。私も楽しみにしているよ。ではまた戦後。待て、もう一つ約束しろ。うん。今回俺はさくらの無実を証明した。そうだろ、俺の体が証拠だ。彼女は裏切り者なんかじゃない。あいつらに全員に教えろ。彼女の無実は俺がこの手と引き換えに入手したんだ。あいつらの施しなんかじゃない。そうだね戦後、さくらは裏切り者なんかじゃない。あの時も今も。次は私が罪を償う番だ。かつての借りは一つずつ返すから。それが分かったならいい。もう失せろ。少し静かにしてくれ。アポニアさん、うまくいったの？もう邪魔しないであげましょう。彼の人生は騒がしいものだったけど、少なくとも今は静かに言ってもらいたい。やめろ。お前の幻覚なんていらない。戦後、分かっている。これ以上はやめて。黙れ。俺が本当に手に入れたいもの、俺にはその資格がないと分かってる。だが今度こそ俺は確実に何かを守ったじゃないか。答えろ。俺に答えろ。ええ、確かに守ったよ。眠りなさい。あなたはもう何も失わない。
私たちに敵の在りかを示してくれて、私の接触を成功させてくれた。私に起こった異常現象についてはどうか相手に接触しないでください。この戒律は私がエデンに残せる最後のプレゼントだよ。敵。ええ、今すぐ最後の印となるものの場所に向かって、そしてその持ち主を、ビルビを守りなさい。私たちの中に裏切り者はいないけど、記憶体である私たちにとってここで向き合う敵は終焉のような存在なの。エデン、どうしてここに現れたのかはわからないけど、それが来たの。この古の楽園の中に侵食の律者はもう降臨した。やはり信じられないな。侵食の律者がもう誕生したなんて。しかもこんなガイドロボットにな。だが事実だ。この機械はあるはずのない意識を持っている。拡散したいという欲望、今これと接続している私でさえ感じられる。律者になるには人類である必要があると思ってた。人類というより思想なのかもしれないな。境界線を引くのは難しい。少なくとも人類の赤ん坊と比べると今のこれはより独立した思考能力を持っている。だがそれはあくまで赤ん坊と比べた場合だ。そしてそれは人類にとって最大の幸運になる。奴が停止した実験室の中に留まったままで動きがなかったのはまだ幼かったからなのか。何しろこの侵食の律者は生まれたばかりの赤ん坊だからな。知識を持っているかもしれないがどう実践するかまではわからないのだろう。成長する機会もないから力はまだ弱いままだ。おそらくこの律者が今まで最も多くした行為がコピーである理由もそこにあるのかもしれないな。もちろん何らかの手段で3つの組織の包囲網を察して軽率に動けなかっただけという可能性もあるんだが、とにかく停止した実験室で奴が今までコピーを試したのは同じようにネットに接続していない設備だけだ。追跡はできるか。全部ここにある。これで最後の一個だ。ああ、全部合っているよ。それが律者の本体でもう一つのコピーじゃないって確実に言えるのか。いや、確信はない。だがあらゆる外向きの侵食の源はこれで、内向きの部分は見当たらない。まあ一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか。もし本当にそうだとしたら、少なくとも
この任務に対して私たちにできることは何もない。この件は事実通りに上に報告する。次はリストにある設備を見つけて壊さなければ。ああ、だが手段には気をつけてくれ。我々が行動する前に考えた最悪の可能性を覚えているか？ああ、私たちが一歩遅かった場合の話だろ。予想より早くガイドロボットの廃棄作業が始まっていたら、その瞬間侵食の律者はかなりの確率で死を理解する。そして窮地で生を求めるという意志も生まれる。生きたいという執念こそが最も恐ろしい力になる。前回奴が降臨した時に宿主の少女が命の終わりの際に感じた絶望と憤怒のようにな。さてこれからもう一つ君に頼みたい仕事がある。今回来たのが君でよかった。私にとってそれが最後の一歩になるからな。他に方法はないのか？かつての人類たちがどうやって侵食の律者に勝利したか覚えているか？彼らは奴を黒い箱の中に封印した。今回の黒い箱は君の目の前にいる残念だ。お前が一生ネットに接続せずにいられるなら他に方法があるかもしれないがやめておけ。私のうぬぼれではないが、もし奴が完璧な体を手に入れたことに気づいたら大変なことになるぞ。さて黄泉の杖を取り出してくれ。そろそろ別れの時間だ友よ。少なくとも最後ぐらいお前の願いを教えてくれてもいいんじゃないか？いや、やめておこう。いざ口にしたら私も死にたくなくなるから。外にいるんだろ。ここを去る前に挨拶くらいしてくれると思ったんだが。もうしばらく悲嘆にくれる時間が必要かと思いまして。あいつとのことを言ってるのか？お前とは関係ないだろ。そうですね。では私と関係あることをお話ししましょうか。かつてこの場所であなたに傷つけられたバルキリーがいましたよね。仕返しに来たのか？もちろんです。ただ今ではありませんし、あなたが想像するような形でもありません。じゃあ礼を言っておくよ。どういたしまして。何せこの世には人々の想像を超えた現実がたくさんありますから。とにかく今回は天命として律者を止めるため貢献してくださったことに感謝します。ではナターシャさん、また。まあ一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか？だから今はあなたの話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。
どういうこと？あの未知のエリアの信号、どうして観測できなくなったの？それに楽園に設置された経路も少し変わってる。渡りガラスもずっと戻ってこない。どこに不具合があったの？はあ、アイメイ、ようやく見つけたわ。はあ、何があったかわからないけど、楽園が急にめちゃくちゃになってるのよね。かわいいラットさん、あなたが彼女に翻弄される姿を楽しみにしてるわ。私と一緒にホールに行こう、コズマ。私、描きたいもののイメージが湧いてきたかも。あなたの来訪は楽園に破滅をもたらす。私たちはあなたのせいでここが瓦礫となる結末を見たくはない。だから10日後、私はこの手であなたの命を終わらせないといけない。遅い。ただ手合わせがしたいなら最初から俺のところに来るな。俺には決着が必要だ。そのやり方も一つだけだ。奇遇よね。私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。ほう、これが君の過去？さあ怖がらないで。私は彼女じゃない。君を傷つけないよ。気づかれたくないって？問題ないよ。
私たちは友達。そうでしょ？私が証明してみせるから、彼を頼る。さて、この薄い膜があれば、侵食の律者には私たちの会話は雑音にしか聞こえない。嘘はついてない。ただそれはこの膜の中にいて私たちを見てる。これが私の発見だ。しかし、なぜ君がアポニアもスーも気づいていなかった？ウイルスだからね。イニシエの楽園の媒体、つまり楽園を存続させている設備に侵入しているんだ。私は楽園の建造者なのに、彼らより後に気づいたらさすがに失格じゃない？次は私の腕にあるダークグリーンの痕跡を彼に見せる。本当は贈り物だけど、今は一種の証明になる。もうすぐ私も完全に侵食され、そいつの一部になるだろうね。今言ったように、侵食の律者は私たちを直接削除する能力すら持ってる。でもデータは律者が成長する土台だから、削除は自損を意味する。選べる状況なら、奴は私にしたように相手を侵食し自分のものにすることを選ぶだろう。これは私たちの唯一のチャンスだ。ケビン、奴に勝ちたければ私と共に演出を成功させて。続けてくれ。君は私たちの中で最も鋭いナイフ。奴に握られたら終わりだ。だから今すぐ死んでほしい。ああ、誤解しないで。私の手で君のデータを削除するって意味だから。そのケビン消滅ボタンを使ってね。本当に可能なのか？それを言ったら前から可能ではあったんだけど、意味がなかったから。私のあらゆる発明と同じように、それにもバックドアがあるから、消滅したとしても復旧できる。僕に騎兵として死んだふりをしてほしいのか？今はまだはっきりとは言えない。演出が始まる前に私は侵食の律者に投降して、その気に乗じてエリシアの状況を確認する。確かに投降だけど、演出はもうとっくに始まってる。言うまでもなく、タイプライターの客観性は疑いようがない。だからたとえエリシアが本当に削除されたとしても、決まった答えを受け入れるしかない。答えはすでに決まってる。けどケビン、君は信じたくないんだよね。時間は？今夜だよ。もちろんそのまま帰ってこられない可能性もある。考えておいて。君にはまだ半日の時間があるから。全然難しくない。そうでしょ？バックドア、開けることができれば閉じることだってできる。わかった。少し待ってくれ。それと、もう一つ質問がある。君は誰だ？私が誰だって？どうして急に昔のことを思い出したんだろう。これは勝利の喜びなのかな。隠れてないで出てきなさい。そこにいるのは分かってるのよ、ビルビー。いいでしょう、メビウス。次は君だ。さすが君だ。一目で私の体にある痕跡に気づくとは。見覚えがある。そうだね、侵食の律者なの。私の仕業だって思ってる？もちろんだ。君は昔から似たような実験をしてるよね。侵食の律者の真似をしてウイルスを作るとか。まさか私が止めた後もまだ諦めてなかったなんてね。当時はその件で大喧嘩したのに。黙りなさい、ウィルビー。聞いて、
これは。そう、研究し尽くし模倣品まで開発したものとして、メビウス、君なら当然今の私が何らかの監視を受けてるってわかるはず。君は私の言葉の意図を汲んで合わせようとするだろう。私にあれらの実験品と本物の侵食の律者に何の違いがあるかを説明するんじゃなくて。だったら何？私を止められるとでも思ってるの？とぼけないで、メビウス。最初は確かにあれは君の実験品だと思ってた。まさかこの時代の本物に出くわすとはね。君に真相を教えよう。私はすでに奴に投降した。今日ここに来たのは君をその一部にするためだ。フィルヴィ、あなたの分際で。そう考えるんだ。君のような賢い人ならすぐ気づくはずだ。私が過去の実験の話をしなければならない理由に、私がすでに完璧な計画を考えていることを君ならすぐに理解できるはず。そして本当の意味で私に騙される。本当のことを言うと、ケビンはすでに私の手で抹消された。簡単にね、メビウス。彼と比べて君はどうだろうね。手下を一人片付けたくらいでしょ。その違いはやってみればわかるわ。後のことはさほど重要ではない。計画なんてあるわけないでしょ。賢いメビウス、私の唯一の計画は私が本当に計画を考え出したと君に信じさせることだ。けどあなたが完全に消える前にもう一つ質問があるわ。あなた一体誰なの？そうだね、私は一体誰なんだろう。よう、やっと来てくれた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして？